おめでとうございます。ありがとうございます。まずチームとして5勝3分けで無敗で勝ち試合を終えました。大きな勝利になりましたね。そうですね、まあ、チーム全体が日頃の練習からいい雰囲気でやれているのが結果にしっかりつながっていると思います。ゲーム内容はいかがでしたか。まあ、相手に攻め込まれる時間帯もありましたし、なかなか自分たちの時間帯がなかなかできない時間もありましたけど、まあ、しっかり耐えるってこともすごい大事なことですし、それができたことをしっかり、まあ、いいことだと思うんですけど、まあ、自分たちの時間をもっと多くするためにまた修正しながらやっていきたいと思います。無失点で終えたのは大きいですよね。そうですね、みんなが前線の選手も守備の選手もコンパクトに非常によくやれたかなと思います。J200 試合のセレモニーが行われたゲームでもありました、はい、おじいさんおばあさんお父さん方お母さん方の皆さん揃いでしたね、はい、このメンバーで祝ってほしいっていうふうに希望があったんですか。まあそうですね、まあちょっとした思い出になったらいいのかなと思ってやりました。なんて声をかけてもらったんですか。あ、よく頑張ったねっていうことをかけられました。結構おじいちゃんおばあちゃん子だったんですか。まあそうですね、昔から可愛がってもらってたので、まあ、そのおかげもあって今僕こんなピッチに立ってると思ってるので、まあ、その感謝はしっかりしていきたいなと思います。 J200 試合です。2011年加入で12年目で200試合、まあ、積み上げてきたなという数字だと思うんですが、ご自身いかがですか。まあ、本当に自分だけじゃなくて周りからのサポートもありますし、本当に今までいたチームのスタッフ、サポーター、すべての人たちに感謝してこれからも頑張っていきたいと思います。このプロのスタートをしたベルギーでまたこの節目のゲームを迎えるというのも一つこう運命というかそういうものが巡り合わせがあるのかなと思うんですけど、いかがでしょうか。そうですね、もう本当にこのクラブは僕にとってすごく大事なクラブですし、まあ、一番特別なクラブなので、まあ、ここで200試合のセレモニーを挙げれたということは僕にとってはすごい幸せなことだと思います。まだまだ通過点だと思いますが、今後に向けて一言お願いします。これからも勝ち点3を積み上げていくので応援よろしくお願いします。